前半はやっぱりブレックスだし守備の面で、ゲームプラン通り戦えたと思います。ただ、まあ、ダイアンがその後半出れないということで、まあ、少なからず動揺してたし、動揺してしまった部分があって、それがそのまま、3クォーターの出だしにちょっと、いい形で入れなかった部分もあったかなと思いますし、ただ、これで終わりではないですし、切り替えて週末渋谷戦あるので、はい、ライアンが出れるか出れないかは関係なくて、自分たちのバスケットするだけだと思います。竹内選手の言葉にもありましたけど、その後半の出だしでこう動揺があったというお話でしたが、ブレックスは今までそういうアクシデントも乗り越えてこう踏ん張って勝ちをもぎ取ってきた印象だったんですけども、今日はそれがなかなかこう出せなかったというところが、一つこう開けてしまったポイントになったのかなというところと、はい、その千葉戦で、あれだけこう激戦を繰り広げて、広まったのかなと、もちろん言い訳にはされないとは思いますけれども、そういうところも少なからずそのメンタルに影響してしまったのかなと思うんですが、いかがでしょうか。チームの状況は本当に昨日の練習もすごいいい雰囲気でいい練習ができたと思って、本当自分たちなら、ライアンがいなくても東京に勝ってたと思いますし、本当、何ですかね、3クォーターの出だしの部分でちょっともう向こうに流れを大きな流れを作らせてしまったなっていうか、そこを、断ち切って自分たちの流れに持ってくる力は今日はできなかったと思います。